ちは。はい。今日もしますね、こちらでしたね。こちらでございます。はい。イングランド代表の、はい、クラシックタイプなんですよ、これ。クラシック。最近じゃなくて、昔ながら。クラシックタイプの、ワールドカップのレプリカの、オルタネートね。はい、アウェイのジャージ。アウェイ。でございます。はい。2003。知ってるこれ。なんで入ってる優勝した。女子、ちょっと待って。女子柔道かなり詳しいね、ラグビーね。いやいや、もうね、いないから言うわけじゃないけど、7、8、9、5ぐらいの女子の子たちは、はいうん、ほぼラグビー知らなかったんで、あ情報ないんですよ。ゼロベースでやってくれてたんで、はいはい、何を聞いても、はいみたいな感じだったんですね。これいいですね。やっぱラグビー系の人がいるとですね、やっぱ、やりがいがある。その通りでございますね。優勝するとですね、これ入れていいよっていう暗黙のルールがありまして、下にですね、2003。って書いてあるのは、2003年に優勝しましたよ、という、アイスにマーク。ね。マークね。ここにですね、3回優勝してるのが、ニュージーランドと、サウスアフリカ。ですよね。3回、はい。です。そういうのですね、で、今回誰になるみたいな、ちょっとね、あるんですよ。巷でね、どこが、2023年をゲットするのか説みたいなのがあるので、まあそれも見てみるんだね。だからそれどんどん4回目5回目とかどうなっちゃうの、下伸びてっちゃうんじゃないの。そうですね、これ入らないでしょここみたいな話はあるんですが、まあいいでしょう。で今回の仕切りのこちら S 来てます。でクラシックジャージとは何ぞやということで、僕もよく詳しい定義は知らないんですが、まあ昔っぽい、まず襟があるよね、はい、アンドコットンでできたんですよ。コットン最近のジャージってこういうジャージが多いんですけど、こういうのね、ポリエステルでできたんですよ、うんうん、コットン系のジャージになってます。ちなみにクラシックのホームジャージもあります、はい、イングランドね、はい、同じデザインなんだけど、要はまあもちろん白だよ、白だけど、うん、ファーストジャージと同じデザインなんだけどコットンでできているで襟がついているというやつですね、うん、でこれ何がいいと、はい、いうことですね。これ普通の服じゃないですか。はい。パッと見ね。普通。なんか別にラグこっち行くとなんかもう、ジャージ。こっち行くとなんか本物じゃないですか。うんうんうん。ザラグビーだけど、うん、まあ、ね、落ち着いてくださいね。これだとなんかポロシャツとジャージの間かなみたいな。普通のシャツかなみたいな。うんうんうん、でこれぐらい落ち着いてると、うん、まあまあ。普段。こうやって着ててもなんかちょうど色が下フランスなんですよね。合ってるかなみたいな感じでお付き合い、お使いいただけるのと、あとやっぱゴルフとか多いですね。される方が買っていかれる、うん、ポロシャツよりしっかりしている、確かにしっかりしている、うんうん、これを見る、ね、縫い目の補強ね、うんうん、あとこの襟はですね、はい、ボタンはないんですよ。ポロシャツと違うとここ襟、はいはいはい、ボタンはないです、はいはいはい、ただですよ、クオリティは高い。ワールドカップロゴはプリント。はい。で、アンブルとイングランドに関しては刺繍で。刺繍で入っております。はい、これなんでかっていうとですね、まあ、なんでかってこともないと思うんですけど、まあ、これ刺繍で入ってる時点でもう、これ、うんうん、ここもワールドカップ以外ありえない、うんうん。いつもはですね、これがこっちに入ってます。うんうんうん。アンブルで、ここに O2 とか、はいはいはい、要はスポンサーが入ってるってパターンが多いですよね。はい、そうですね。入ってない方がなんかでも、確かにシックです、ね。うんうん。かっこいいよ、ね。うん。いいですね。良いんじゃないですかこのジャージ。はい。素晴らしい。で、なんかね、確かね、はい、あ、メールでご質問いただいたのかな。実は、はい、海外入荷モデルになってるんですよ。はいはい。実は。で、イングランドの商品に関して言うと、うん、これじゃなくて、他の商品だけど、はい、日本でも入ったんですよ、実は。はい。アンブロさんが日本はデザインとなって、うん、日本からも入ってきたんですけど、うん、それすごい少量だったんで、うん、すぐ売り切れちゃうんですよ。あで、そうすると皆さんもっと欲しいってことで、私海外特派員から海外からゲットしたんですよ、うん、で海外入荷分って書いてあるんだけど、うん、昨今の円安の煽りとか食らって、はいはい、同じ値段で売ることができなかったんですよ。なるほど。で値段が変わっちゃったんですよ、ちょっと変わったんですよ、うん、そういう意味で海外入荷分って書いてあって、うん、日本入荷分と海外入荷分って同じですかって言われて、同じです。結論から言うと同じもの。同じもので、で何が違うんですかっていうことで、日本のメーカー経由で来てるから、うんうんうん、日本のやつはちょっと日本語のね、タグがついてたりとか、はいはいはい、なんていうの、そんな感じ、うん、だったんですけれども、日本円のもしかしたらプライズもくっついてたかもしれないんだけど、まあついてませんよ。ただ、元をたどると、同じものなんですよ、はい。同じものを日本のデサントさんが取ったか取んないかったかっていうだけなんで、物は同じです。ないっすよ。
同じです。で、確か日本国内に入ってきたアンブロさんも海外サイズって書いてあったんで、はい、サイズも同じ。S は S、はい、M は M ということなので、はい、基本的には同じものとなっております。はい、はい、じゃあそこでだ。はい、メイドインとじゃどうする？コットン製のアンブロのジャージを。まあ、最初だからヒントは東南アジアです。え、ちょっと待って、ちょっと待って、さっき褒めたばかり。メキシコ、東南アジアですよ。アジアですよ。びっくりした。それ中南米とか、あの、ですよね。メキシコってね。うんうん、びっくりした。東南アジアです。アジアですよ。アジアの国。さっきいいとこ行ったじゃないですか。あ、ベトナム？どっちか近い。ベトナムの隣がタイなんですけど、タイの隣がわかんないですよね。いいです。はい、勉強してください。これ、チームの勉強、彼ですね。勉強します。はい、カンボジアです。カンボジア。カンボジア製となっており、どっかに前地図いたんだけど、なくなっちゃったな。ちゃんとみんな勉強しないと。あれ、絶対悪意を持って片付けられたな。今度からですね、またここにですね、地図をですね、復活させようということでございますね。みんなの地理の勉強兼ねてますからね。はい。カンボジア製となっております。はい。はい、というわけでですね、こちらにワールドカップモデルじゃん。はい、実はで、当たり前なんだけど、ワールドカップの終盤に差し掛かってくると、うん、ワールドカップモデルって売れないんじゃないっていう人が頭になるじゃん、うんうん、要はメーカーの人の話だよ、はいはい、そうすると増産なんかするわけないじゃん、はいはい、で要はもう次のシーズンが始まるわけだから、そうするとこれない方が売れるわけじゃん、うんうん、でちょっと細かいのちょっとこれ言うとロイヤリティー派ね、うん、なければいらないお金なわけじゃん、そうするとこれいらないで同じジャージだけどこれこっちに持ってきてやった方が、うんうんうん、そうすると、これはもう、作りきりっていう話になっちゃうんで、在庫がなくなりしだい終わりです。いいですね。だから、どうしてもこれが欲しい、ここにスポンサーが入ってないの欲しいなんて方はですね、こっちをぜひ、今のうちにゲットされた方がいいかもしれません。で、ここだけの話、もうナンバー2しちゃうと、実はインナー向けって人気あるんですよ。はい、うちの中でもかなり上位、まあ、オールブラックスぶっちぎりなんですよ、この話、うんうんうん。結構上位5位に入るぐらいの売り上げを叩き出したのがイングランドなんですよ。はい、なんで、だから言ってるじゃん。だから皆さん好きなんだろうなと思いながらも、O2 ってでかく入るの嫌だって人とかもいるので、うんうん、もしそういう方はですね、今のうちに、はい、ご連絡をいただければというふうに思っております。こちら在庫はですね、基本的に海外だから、うん、店舗の方の在庫もかなり薄めなので、うん、見たいよって方はご事前にですね、ご連絡いただいて、うん、店舗にあるかどうかをご確認いただければというふうに思っております。ウェブの方はですね、海外トレーサーなんでいつでも買えますけども、さっき、はい、前も言ったかもしれませんけど、もしこれ今すっごく早いんですよ、動きが、うんうん、なんでご注文いただいて手配した時に、うん、ないという場合もございますが、その場合はご了承いただければというふうに思っております。はい、というわけで今日長いよ、ご紹介したのはイングランド代表のワールドカップモデルのクラシックタイプのオルタネートのジャージ、半袖ね、長袖もあるね、半袖ねのご紹介でございました。はい、よろしければウェブの方も見てみてください。はい、ではバイバーイ。バイバイ、はい。